ピンポン。いや、最近は憧れのゆかり先生とあかり先輩と一緒にいられることが多くて、この環境に慣れちゃってるな。ちゃんと限界オタクだった頃のあの気持ちを大切にしなきゃ。というわけで、限界オタクスイッチに。おお。限界オタク。限界オタク化は、行動や言動の気持ち悪さや痛々しさが許容量の限界を超えたオタクを指す言葉。推しの愛ゆえに語彙力や表現力が限界を迎えてしまったオタク、という使われ方をする場合が多く、気持ちがいっぱいいっぱいな状態を表している。この動画は、限界オタクに達した彼女の限界っぷりを、楽しむ動画である。ぐげへ、ゆかり先生、あかり先輩、ぐげへ、何やらやばめな雰囲気、何しとるんて。先生たちの画像を見てるんだ。可愛いよね。いつ見ても可愛い。で、めっちゃ画像あるな。てかぶりすぎ。画像あさっていいなと思ったの保存したら、なんか画像がめっちゃかぶってて、よう知ってる奴らによくそこまでのめり込められるな。よく知ってる本当に。え、じゃあゆかり先生の誕生日は、あかり先輩と一緒なのはもちろん知ってるよね。名前の由来ももちろん必修科目だし、アイボスで出てきたゆずきゆかりしずくの特徴は、あかりつぼみももちろん知ってるよね。かわいすぎる。あ、ちなみにあかり先輩の初期案とか知ってる？もちろん知ってるよね。私的にはサイドポニーが可愛くて心臓止まるんで、ぜひ押したいっていうか、なんか効果付きでアクティブな感じが可愛いっていうか。あと私的にこの二人で押したいのは、8センチという絶妙な身長差かな。身長はゆかり先生が159センチだから、あかり先輩より8センチ高くて。わかった、わかったから自分落ち着きや。失礼失礼。興奮した。おっと、よだれと鼻血が。それは女の子としてどうなんや。あ、そうだ、ロータンのお姉ちゃんに見せたいものが。え、なに？ロータン？さっきあかり先輩の初期案の話したじゃん。サイドポニーの。はあ、イメージこんな感じなんだけど。へえ、ちなみに自分で描いたやつね、これ。自分で描いたの？そしてこのイラストを。じゃじゃん、アクスタにしちゃった。まさかの自作イラストからのオリジナルアクリルスタンド。やばい、死ぬと遠くて死ぬ、しんどい、マジかわいい、心臓止まる、おい。そんなのめり込むのはもはや才能やな。二人のどんなところかよくてそんなハマったんや。どんなところって、そりゃ声はもちろんいいし、匂いもいいし、髪さらさらだし、エロいし、あのお姉さんみたいな感じとか、包み込んでくれそうな感じとか。え、いいところありすぎじゃね。どこがいいって考えるのすらおこがましくね。全部いいよね。すずれる空気すらエモく見えるわ。どこがいいって、そりゃ顔がいいよね。あと名前がオシャレで吐きそう。はあ、そんな感じなんやな。とりあえず次のセイレンボイスマジ期待してる。私の声をゆかり先生に変換するんだ。それに何の意味があるんや。とりあえず使うよ、鑑賞用、保存用、配布用、発売記念用は買って。おいおい、なんでそんな同じものたくさん買うんや。落ちてたよ、ゆきの妹が書いたの。ちなみにセイレンボイスはうちらのバージョンも出るみたいやで。へえ、やったね。熱量が違いすぎる。